まだまだだな。うん。一回それやんない。いやー、そうです。同じ。もう少し強い。もう少し早く。300ぐらいはなくなっちゃう。残りが。普段ボランティアの作業。やるんだね。風でね、送って選別してくれたものです。今こういうふうに徐々に圧力がかかって油が出てきます。今1キロで2時間かけて取り出せるのがだいたいビーカーの 200cc の状態です。はい。ゆっくりこういうふうに出てくるものです。もっとね、勢いよく潰れて出てくるかなっていう思ってるのはあるかもしれないんだけども、こういうふうになります。これ1本に対しては、菜種が2キロから3キロ必要になるということで、みんなで頑張ってやったのが油になるのが嬉しいです。自然に対するところですね、環境を守っていく、花を守っていく、またあとこういった油を取るということで食べ物に対しても大事だなというものを感じてもらえたらと思っています。とても優しい気持ちになるといいますか、子どもたちも素直に作業をやってくれて、であと感動も伝わってきますので、その辺が私としてはやりがいになっております。